ダーズ・オブ・ハリウッド。俺は強盗だ。何としても金が欲しい。まあ元気よく外撮影だぜ。脅かすんじゃねえよ。てか俺まだ捕まってねえよ。いやどうせすぐに戻ってくんだろう。お前間抜きであると同時に運がねえからな。そんなわけねえだろう。俺は絶対的な成功者。まあ頑張れよ。俺は神に愛されし男だ。早速やっていくぜ。やあやあ皆さん、山江戸の生き様です。本日は気をつかれた事件、すなわち神に愛されなかった事件となります。え、神に愛された男？笑いの神に愛された男の間違いじゃないですかね。おや、早速始まるみたいですね。さて諸君、強盗する上にあたって大事な要素は何だ？そう、綿密な計画だ。俺は一人ではそれはやらねえ。だから俺は、えい、お読みでしょうか。仲間と共に行動、これ鉄板。えいえいえい。さあブリーフィングを始めようか。意味分かって使ってます？アジェンダだろ、アグリ。分かってねえな、これ。いやしとるんじゃねえ。今から強盗の計画について喋んだよ。それならそうと言ってくださいよ。ですが兄貴、俺にいい考えがあるんすよ。なら言ってみろ。はい、まずは強盗の目標についてですが、過去数年分のデータを遡る限り老人のデータが一番取りやすいみたいですね。おで次に世帯年収についてですから、はい、もしもし。もしもし。話長えよ。ですが兄貴、強盗計画には必須っすよ。うるせえ、さっさと行くぞ。兄貴、もうなんだよ。どこに行くって、全部聞いていたからな。警察の調査によりますと、2024年の110番通報件数は約65万件。そのうち誤発信が全体の約3割程度とのことでした。誤発信を見直すように呼びかけられておりますが、見直さなくてもいい人がいるものですね。不運だ。俺は神に祈ってたからな、ここに戻ってきますようにって。神は俺に味方したようだな。なんてやつだ。そっとね、無邪気させない。酒だ、酒持ってこい。うん、飲みすぎじゃない？飲みてえ気分なんだよ。どんなの？じゃあ話は別だ。飲んで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 、はい、じゃんじゃんバリバリ、じゃんじゃんバリバリ。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。あら、あー飲みすぎだな。いつの間にかパンツ一丁だし。ん？あれは綺麗なマンションだ。ってことは金があるじゃんか。おうおう、だけじゃん。ってことは金が集まるってことだ。ねえおじちゃん。え、子供何やってるの？俺はスーパーマンだ。何としても人を救いたい。そうなの？じゃあ飛んでみて。え、それは無理。スーパーマンなら飛べるでしょ。飛べなきゃ強盗だよ。いや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 、警察呼ぶよ。早く飛んで。やるよ、やるから。3、2、1。うわ、映画はフィクションであるからこそ無茶苦茶な能力を描きます。ノンフィクションである現実では描くことができないのです。生きてるか？ギリギリ知ってるよ。なんでこいつ。さあお前の罪を決めるターンだ。裁判所に行くぞ。だが断る。俺は権力に明かしない。おい脱獄だこの野郎。運がいいとは何でしょうか。ここまで来れば強盗だ。どこだよ。バカ言うかよ。店内のものもございますが、様々な要素に分かれております。やべえ、早く見つけないと。一つの要素に良質な選択がございます。ここ危険地帯だぞ。つまりは善悪を見極める。良い行動には良い運がついてくるのです。ワニ。